オランダ東インド会社のロゴ。オランダ語による社名バーンに引き倒すと、インディ社コンパニーの略称の VOC のモノグラムになっている。かつて、同社が建設したキャッスル・オブ・グッド・ホープの入り口に掲げられていたもの。モノグラムとは、二つ以上の文字や、その他の記号を重ね合わせたり、組み合わせたりして、一つの記号を形成した文様のことである。日本語で、 組み合わせ文字とも言う。単に文字を並べただけのものとは区別される。モノグラムは個人名や企業名の頭文字を組み合わせて作られることが多く、認知度の高いシンボルやロゴタイプとして使用されている。なお、頭文字を元にしていないものは、正式にはサイファーとしてモノグラムと区別する。アルブレヒト・デューラーの AD を組み合わせたモノグラムモノグラムの最も古い使用例は、 紀元前350年頃の効果である。最も古い例では効果を発行したギリシャの都市名を表したもので、都市名の最初の2文字が多い。例えば赤い矢のモノグラムは、との文字を組み合わせたものだった。特にギルドが不正な取引を禁止していた時代に、芸術家や工芸家が絵画や彫刻、家具などにモノグラムを署名として使用していた。 有名な例では、アルブレヒト・デューラーの AD がある。回廊のモノグラム何世紀にもわたって、イエス・キリストの名前から作られたモノグラムが、キリスト教のシンボルとして使われてきた。これを、クリストグラムという。ナインのクリストグラムは、イエス・キリストという名前をギリシャ語で書いた、イータ・シグマ・ロウイオタ・シグマタウの頭文字から取られたものである。 アイイチェスのクリストグラムは、ギリシャ語のイエスの名前の最初の3文字を表している。最も重要なクリストグラムは、ローイオタシグマタウの最初の2文字を組み合わせた、回廊である。このシンボルは、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世が、ローマ帝国正規軍の紋章としても使用した。カール大帝のモノグラムシグナムマヌス、または、クリスモントは、メロビング朝から14世紀まで、 フランク王国とその末裔の間で行われていた文書などに個人を表す特殊なモノグラムやロイヤルサイファーで署名するという慣習のことである。君主の名前のモノグラムは王国の公的組織の起承の一部として警察のバッジなどに使用されている。これは君主とのつながりを示すものである。ただし、イギリスの郵便ポストに刻まれているロイヤルサイファーは 頭文字を組み合わせたものではないため、厳密にはモノグラムではない。王室のモノグラムは効果に刻まれることが多く、その上には王冠が描かれていることが多い。過去に効果にモノグラムを採用した国には、ブルガリア、イギリス、ロシア、スウェーデン、ドイツなど多くの国がある。現在、デンマークの効果には、女王マルグレーテ2世のモノグラムが、ノルウェーのイチクローネ効果には、 国王ハーラル語世を意味する H5 のモノグラムが裏面に描かれている。ユーロを使用している国の中でベルギーとモナコは王室のモノグラムを国の識別マークとして使用している。タイでは主要な王族の個別の旗に王室のモノグラムが描かれている。ドレスシャツにモノグラムを入れる箇所個人用モノグラムは文房具、荷物、衣類。 その他の個人の持ち物に様式化された形で表示される。個人用モノグラムは2文字、または3文字で構成される。基本的な3文字の個人用モノグラムは、中央にラストネームのイニシャルを大きく、または特別な処理を施し、その左にファーストネームのイニシャル、その右にミドルネームのイニシャルを配する。これは、男性と女性では書き方が異なる。 例えば、メアリー・アン・ジョーンズという女性の名前の場合は、マジャのように、ラストネームのジョーンズのイニシャル J を中央に大きく、メアリーの M を左に、アンの A を右に配置する。伝統的に、男性の個人用モノグラムは、名前の順番通りの並びにする。カイル・ジョージ・マーチンという男性の名前の場合は、KGM とする。夫婦や婚約中のカップルは、結婚式の招待状などに、 二人の名前を組み合わせた二文字のモノグラムを使用することがある。夫婦の場合は、共通の性のイニシャルを組み合わせた三文字のモノグラムを作ることもできる。例えば、マイケル・ジョーンズとアリス・ジョーンズという夫婦の場合は、マジャのようになる。ただし、夫婦のモノグラムのマナーは、モノグラムをつけるアイテムによって異なる。例えば、理念には、女性のイニシャルを最初に記載し、次に、 夫婦共通の性のイニシャル、そして男性のイニシャルを記載して、先ほどの例の場合は、アイムのようにするのが一般的である。また、オーダーメイドのドレスシャツには、様々な箇所に個人用モノグラムが入れられる。テキサス大学のモノグラム企業や団体、スポーツチームなどの中には、ロゴにモノグラムを採用していることが多く、通常はその頭文字を使っている。例えば、 テキサス大学では公式の紋章の他に UT を組み合わせたモノグラムを使用している。大リーグのニューヨークヤンキースがユニフォームに使用している NY マークもモノグラムである。日本プロ野球では読売ジャイアンツの YG、阪神タイガースの HT、中日ドラゴンズの CD などがある。かつては他にヤクルトスワローズ、南海ホークス、ロッテオリオンズ、 日本ハムファイターズなど多くのプロ野球チームがモノグラムを使用していた。長期的に見ると、プロ野球チームのモノグラム仕様は減少しつつあるが、2004年に中日が D の一文字に改めていたロゴマークを CD に戻し、2005年に福岡ソフトバンクホークスがシュマークを採用するなど、復活の兆しもある。一方で、日本ハムは北海道に移転して以降、F、 H の上に、ボールと七芒星に変え、そのまま続けている。オランダ東インド会社の VOC のモノグラムロゴは、おそらく世界で最初に認知された企業ロゴである。ルイ・ヴィトンやフェンディなど、モノグラムをロゴに採用している、ファッション企業は多い。ここシャネルが作成した CC を連結した企業ロゴは、国際的に最も認識されているモノグラムの一つで、ある。 モノグラムという言葉自体は日本ではルイ・ヴィトンを代表する商品ラインナップとして知られる。創業者ルイ・ヴィトンのイニシャル L と V を重ね合わせた幾何学文様をキャンバスに使用しているのが特徴。1896年に初めて商品化された。タイガー・ウッズやロジャー・フェデラーなどのスポーツ選手も自身の名前のモノグラムロゴを商品に使用していることで知られている。 ホルスかウォルコシカ王室のモノグラムの代表的な例として、ノルウェー国王ホーコン7世紀の H7 のモノグラムがある。第二次世界大戦中にノルウェーはドイツに占領された。ホーコン7世はイギリスに亡命したが、ドイツ占領下のノルウェーのレジスタンス活動の先頭に立った。H7 のモノグラムは国王への連帯感と忠誠心。 ノルウェーのレジスタンス活動への支持を示すシンボルとして、ノルウェー国民の間で使用された。ドイツ占領下のノルウェーでは、H7 のシンボルを描いたり作成したりする行為は、東国の対象となった。第二次世界大戦中のポーランドでは、PW のモノグラムがレジスタンスのシンボルとして使われており、その特徴的な形から、怒りと呼ばれていた。その意味は様々で、 戦うポーランド、ワルシャワ放棄、ポーランド軍など様々なスローガンの頭文字として使われていた。ノルウェーの例と同様、その使用はナチスの占領当局によって罰せられた。ありがとうございます。